ジョゼエリアスこと、ジョゼエリアス・モエディム・ジュニオールは、ブラジル・サンパウロ出身の元同国代表の元サッカー選手。サンパウロで生まれると、地元のコリン・チャンスに入団。1993から94シーズンに17歳の誕生日を迎える前に出場し、当時の最年少選手として、デビューをすると、すぐさま PSV、アイントホーフェ編から強い関心が寄せられた。 クラブでレギュラーの座をつかむと1995年19歳の時にブラジル代表で初キャップを刻んだ。また、同年のコパドブラジルとカンピオナートッパウリスタのタイトルを獲得と最高のシーズンを送った。その後はバイエルレバークーゼン、インテルナツヨナールミラのボローニャ FC、オリンピアコス FC、そしてジェノア・シー FC に所属。 ブラジルに戻りサントス FC でプレーした後は FC メタルルフドネツク、グアラニ FC、オモニアニコシア、そしてロンドリーナ EC と短期間在籍した。2008年3月に引退するとインテルでスカウトの職に就いていたが6月に SC ラインドルフ、アルタフ派と契約を結んだ。2008から09シーズン終了後に再び引退し、引退後はヘジグローボーなどを持つ グローボ社のラジオでコメンテーターとして活動している。弟のルビーニョもサッカー選手でキャリアのほとんどをイタリアで過ごし GK としてプレーしている。2011年7月21日、不養手当や医者料の不払いで逮捕され約1ヶ月後に出所した。エリアスはブラジル代表として22試合に出場した。 1995年3月29日、1から1で引き分けたホンジュラスとの親善試合でデビューをした。翌1996年はアトランタオリンピックで銅メダルを獲得。1996コンカカーフゴールドカップではメキシコとの決勝戦に0-2で敗れたため、準優勝だった。ありがとうございます。